今怪我人が、救急車に乗せられています。消防によりますと、今日午前10時45分ごろ、南区大道町の大道特殊鋼星崎工場で、屋外で薬品が飛び散ったと工場の関係者から消防に通報がありました。薬品がかかった20代と40代の男性従業員2人が顔にやけどをして救急搬送されましたが、軽傷だということです。工場では当時、従業員らがポンプの取り替え工事をしていたということで、何らかの原因でポンプを通るフッ化水素酸と呼ばれる液体10ミリリットルが飛び散ったということです。大道特殊鋼の星崎工場はステンレスなどの製造拠点で、食器や医療機器、航空機などに幅広く使われているということです。